歌舞伎町に一足早い開花予想発令。ゼストの体操お兄さん上田隆夫。思えばいろいろとありすぎた昨年の上田、しかしそのポジティブモンスターっぷりは衰えを知らない。結果だけレコードだけ見たら、まあ、黒星はついてはいないんで、僕はあの皆さんが思ってる以上に自分に都合よく受け取るので。リング上で一度対戦が流れた竿本にタイトルをかけた対戦要求を行ってみせた。うん、さらに良いものに多分なるんじゃないかなっていう気持ちがすごいあるんで、うん、だから次の試合はちゃんと彼に、まあ、お土産じゃないですけど持って、うん、堂々とやりましょうって改めて言えるようにしたいです。新たな季節花咲かせます。上田選手年じゃないですか、もういいんじゃないか、そういうのは。いやちょっと俺苦手なんで。そして30超えてあれはないですね。砦の太陽仮面高橋拓也、そのリア充パワーはひたすら眩しい。今年中学生の頃から付き合っている彼女と結婚。こいつさらに充実しまくってやがる。しかし格闘家にとっての充実とは強さであります。今宵勝利を手にさらに輝き未来を照らす。上田選手的には本当ここで勝って次の大会で竿本選手とタイトルマッチって流れは決まってると思うんですよ、頭の中で。ただちょっとなめんなよっていうのありますね。踏み台にはマジでされたくないので。どちらも寝技決め技を武器とする2人、一瞬たりとも目が離せないバトルが始まる。相手のやりたいことと僕のやりたいことが同じっていう試合ができるんで、すっげえ楽しみです。潰し合いだけど楽しい試合。特殊な寝技をするのかなと思って、なんでそれ興味があって、俺の寝技もやってみたいし、どんな試合なのかちょっと自分でもワクワクしちゃってます、はい、高橋が前髪の長い中年男性に引導を渡すか。ちょっと今回は花がどっちがあるのかっていう。上田が10個下のリア充に花を見せつけその先に進むか。全部お膳立てだと勝手に思ってますし、僕が勝つのが正解だと思ってるし、咲くのはどっちだ。第9試合ジェストルールフライ級5分2ラウンド、上田隆夫対高橋拓也。本日の第9試合フライ級5分2ラウンドを行います。青コーナー高橋拓也。赤コーナー上田。ガードを意識して。
手首掴んで。上田さん呼吸して。相手動いたらカウンター取っちゃおう。丁寧にね。いいよ。自分から動かない方がいい。手首掴んだ結構。高橋君得意だよ。3分経過。ガード意識高橋君ガード。よく見て練習しただろ顎引いて。残り時間1分。いいよ。
はじめまして、ストライプルトリで高橋拓也と申します。本日はありがとうございました。本当に今ここに立っているのはいろんな方 の力を借りて来れました。本当にありがとうございました。で、上田選手に
勝たせてもらって、ベルトの、ね、挑戦を阻止したんですけれども、そこで今度は俺が勝ったんで俺がベルトに挑戦って言いたいところなんですけれども、まだ自分の知名度も勝敗も戦いもダメなの分かってるんで、みんなに、こいつはもうチャンピオン狙っていいって言われるぐらい今年1年頑張ります。応援してもらえると助かります。お願いします。ありがとうございました。選手対象